バッタモン会のコスプレメイクができるまで。はい、バタモン会です。小林ひろきです。デブライン松井です。バタモン山下です。お願いします。この放送はビッグショップメープル池袋店さんより公開収録でお送りしております。ご来場ありがとうございます。ありがとうございます。よかったら見せてください。お客様にね、会釈をいっぱい会釈をしたところで、さあ今日は何のコスプレメイクをするんでしょうか。はい、今期のアニメの自爆少年花子くんの、うん、花子くんをやろうと思います。主人公の子ですね。そうですね。というわけでコスプレメイクスタート。よし、じゃあ始めていきます。お願いします。とりあえずカラコンをつけますね、はいはい、今日はですね、このパーフェクトシリーズの黄昏オレンジ。かっこいい。黄昏、かっこいい。黄昏オレンジ、かっこいい。夕暮れの感じなんですね。花子くん感ありますね。確かに、ね、名称ちょうどね、怪しい生き物が出る時間こんな感じです。おい、目をつけます。お願いします。ほい、おお、すごい感じです。おお、これはすごい綺麗に黄昏、黄昏れてる、うん、黄昏れてるだろ。げんなりしてみよう。もう一個つけます。ほい、うん、なんかもう仕上がってますね、結構、うん、あ、おばけ取ってつけたおばけが、ドロ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 、ヤンキーの幽霊、髪型のせいで、髪型もあるし、眉毛もねえし、ヤンキーだわ。構想に破れて構想に破れて死んだ。そういう伝説ありそうだな。ゾンビランドサガンな。あ、確かに、そうだ。あ、確かに、うん、というわけで、じゃあカラコンつけたので、ネットをかぶって顔を引っ張っていきます。お願いします。花子くんはさ、うん、オタクが好きそうなビジュアルをさ、はい、してくるよね。いろいろ、そう、みんな、みんな、そう、みんな好きじゃん、あのキャラ、出てくるキャラデザ、持ってる小道具、衣装についてるもの。いや、でもやっぱキャラデザだな、私、キャラデザ好きじゃんってなる。オタク、だって耳にお守りつけるから。あ、そうね。ずるくない、あれ。耳にお守り、顔にお札。顔お札とか見て、ほら、ヤンキーだよ、ヤンキーだよ、ヤンキーだよ、思った、めちゃくちゃ思ったね、ギャロヤンキーのこの髪色と髪型がさ、ね、わー、いや、感情してヤンキー部屋だっほい、ネットをしたので顔を引っ張りたいと思います。お願いします。顔を引っ張るのに使うのは、ほい、100均とかでも買えるサージカルテープなんですけど、ほい、この松木用で売ってる優しく剥がせるプラスチックテープを使います。ほい、優しいね、貼る前にね、なんと提供をいただきました。お、ありがとうございます。ついに河合さんがね、全然家族からなかったからね、出し方が行々しい、元気が、元気が、会社からもらったわけでもないからね。そう、あくまで差し入れをいただきました。くらえ、出るの、くらえ、ピュアバリアがピャーって出ないよ、ダメよ、バリア押されて出すの、ね、これはピュアバリアです。はい、新品だ。河合さんの肌を守るから、そう、テーピングのね、下にね、貼ると肌が守られるよっていう優れものです。え、何ヶ月ぶり、お久しぶりの、ね、半年ぶりくらいじゃない、すごい久々に見た、こんな感じだったね、こんなんだった、あれだけ無防備だった、私知ってる、なんだろう、全然記憶思い出したのかな、つー泣くな、泣くな、記憶取り戻すよ、知ってる、知ってるじゃないんですよ、これ知ってる、これをね、まあ、テープを貼るところにね、塗っていきますよ、うん、そう、バリアされるんですよ、いや最初これも効果あんのかねって言ってたけどね、やっぱないとね、うん、あるだろうがやっぱ守らなきゃだから、違うみたいに、さ、昨年はさ、ノーバリアだったじゃないですか、うん、一昨年は確かバリアしてたんだから、そうか、ね、昨年バリアじゃなかった、昨年ですよ、去年、1年前ぐらいから、そうそう、だからその、この冬というか、うん、そう、この冬はノーバリアだった、冬のバリアね、いつからもうないのかわかんないよね。そうですね。どこかでコスプレした時なくしたみたいな話も。そう、どっかにね、あると思うんだけどね。下手すりゃ嫌だもん。だからさ、内容量がなくなったわけじゃないんですよね。いっぱいあって、まだ。そう。でけえもん。もう話さない。すぐね、面が開ってしまう人の。これで貼っていきまーす。お願いします。お好みの長さに切って。ほい。セロハンテープスタイルのやつ。ね、結構厚いですよ、これ半分の避ける、ちょっとね、細い方が使いやすい気がするので、うん、私は、うん、その辺もお好みで、そうですね、やり方が、ピュアバリアによって接着がちょっと強くなるんじゃないかって話もありますね、しっかりついてる、そうそう、しっかりクリーム塗るからね、最初はつかなくなるんじゃないって一瞬ね、そうそうそう、すげえ、ピュアバリア、わあ、すごい、お、引っ張られてます、守られてる、わかんないけど、守られてる
剥がした時になんか、そうね、成果が出るみたいなね、うん、使い続けた時でもね、やっぱね、貼りやすくはなる。はいはいはい。なんかさ、そのビニール透明のテープ貼るとかさ、いろいろさ、うん、あるじゃん、なんか裏技的な防水テープみたいな、あれはでも結局さ、そのテープを貼るからさ、そうだね、結局荒れるんですよ。それを剥がした時に持ってかれるよね、大元の素材で。だからやっぱりピュアバリアだなって私は思うんです。こんな感じでとりあえずかな、1本ずつでこの横ですね、まず横でこの肉を上に引っ張りました。はい、あとここの顎のラインを後ろに持ってくるのに引っ張りました。はい、こんな感じですかね。フェイスメイクをしていきたいと思います。お願いします。ダイソーで売ってる BB クリームを使います。 BB クリーム、こちらですね、オクルファンデーションです。これを適量出して顔に広げていきます。はい、はい、ダイソーで買えるコンシーラー、ライトベージュです。これでアラを隠していきます。でも花子くんさ、だんだん面白くなってきたね。慣れてきましたね。なんか最初はさ、ちょっとやっぱね、主人公の女の子がね、うん、私ね、苦手だったんですよ。ああの恋に恋するが強すぎる、ね、男なら誰でもいいみたいな、イケメン大、でも、でもそう、そのくせ顔に文句つけるみたいな。まあね、何々君かっこいいなって言う、お前自分の足を細くしてから言えって、まあ、そういう描かれ方はね。で、他のキャラ足細くて描かれたりしてるからね。だから本ね、好きですよ、名前も知らねえんだって。そう、それね、うん、先輩に名前を覚えてもらう努力もしてないのにじゃなくて、まずお前が覚える努力をしろって思うじゃんって思ってたんですけど、うん、面白くなってきた、うん、主人公の性格は置いといて、うん、置いといて、うん、話が面白かったな、うん、分かりやすいですよね、七不思議の中身。そうあとさ、なんかさ、ほんとさ、花子さんってすごくない？なんか、いまだに、うん、今の小学生も花子さんって知ってんのって感じしない？そうですね、うん、確かに。ああ、ずっとじゃん。怖い話としての花子さんっていう存在ね。どれが正しいか分かんないよ。もう正解は無限にあるからね。分かんないしさ、だってうちらはさ、ポンキッキでさ、そうそう、花子さんとか見てたじゃん。はい、そうですね。アニメでやってたからね。学校の階段世代だし。そう、学校の階段世代だし。ヌーベイとかもあったし。そうですね。いまだに花子さんってみんな信じてっていうかさ、あんのかな、小学校でさ、学校の夕方トイレ怖いのかな。ね、まあでも学校のトイレって怖いっすよ、ね、怖いよね、一人って変なことなんじゃない。いや怖いけどさ、うちらはそうやって育ってきたじゃん、怖いもんだっていうさ、そう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 、そういうもんだよって。そう、だから一人のね、今の子ってどうなんだろうと思っちゃってさ、でもそれでも花子さんって認知度あるからさ、すごいなってさ、ね、キャンドゥで買えるパウダーファンデーションのピンクオークルです。これで土台を綺麗に完成させます。純粋に花子さんがすごいなって思っちゃう、ね、花子さんとコックリさんってすごいなって思っちゃう。コックリさんもそうですね、うん、声もずっと声もコックリさんコックリさんは実際にやるからやっぱそうですね、キツネのね、キツネの、うん、花子さんは自爆霊、そうだね、あのトイレの自爆霊、トイレに取り付いてる女の子なので、なんでトイレに取り付いたの、いじめられてたとかそういう説がよくあるよね、でもそう、ーーとしては考えてみると、トイレに閉じ込められていじめられるっていうのはね、万国共通、ね、昔からあるのかかもしれないですよ。まあ個室だもんな、あ、そう、ボット免除怖いよね、こんなしの闇みたいなのがあって、今の花子さんも一緒なのか知りたいよね、呼び出し方もね、小学生さ、そう、なんか、ね、それを探るよね、イメージがね、口先温度を知らなかった、え、知らないんだ、何って言われたら、何って言われたら口が裂けてる女だから何って、口先温度は残ってると思ってた、ね、口先温度は、でもさすがにでも口先温度はやっぱでもコマードが覚えられなかった、あ、聞いた時存在として認知あんましてないもんね、我々コマード、うん、コマードが分からない、確かに自分もコマードは分かんない、あと後世おじさんが使う生発力、はい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 、の親の世代からいろいろありましたね、赤い髪青い髪みたいなやつとか、あ、なんかね、どっち選んでも死ぬんじゃねえか、結局ね、違う殺され方してる、ね、顔を綺麗に完成させましたので、アイラインを引いていきたいと思います。ダイソーで買えるリキッドアイライナーブラックです。まあちょっと垂れ目なのかなって感じなので、ちょい垂れ目、まあ、二重のラインぐらいまではでもがっつり引いていきたいと思います。いや、若い子の話はさ、松井くんに聞くのが一番だから、確かにちょっとね、バイトで先生をやってるよね、松井。そう、今時の小中学生事情はさ、松井さんに聞くのが一番だから、うんうん、何でも聞いてもらえれば、話ね、口先女知らないってのは悲しかったね、口先女知らないんだね、そうなんだ、まあでもそうだよね、口先女ってあんまり、まあ俺らのちょっと上の世代というイメージもあるね、うちらもそんなにだろうね、いっぱいいる幽霊とお化けの類の一種、まあね、
はい、これがその昭和ギリギリぐらいの世代では、はい、ヤマピーぐらいの世代の方がリアルタイムだったんですか。まあ、草木そんな自体は結構その、なんだろう、テレビの、なんだろう、怪奇特集みたいなの言われてたんですよ、うんですね。みんなが子供が塾に行きたがった時代なんだよね、確か。はいはいはい。草木そんなんで。で、子供が塾に行きたがるのを親が止めるためっていう。へぇ。なんかそういうのね、匿名リサーチ2000円くらいやってたよ、どうかのどうでね、なんでそれができたのか。だから自分たちの子供の頃ってオカルトすごい今より多分しょっちゅうやったじゃないですか、うん、今でもやってはいるけど、そりゃうちらもう1999年の夏で死ぬ予定だったからね。そうそうそう、そう、それもあってさ、オカルトがめちゃくちゃ流行ってますよね。だから結構バリエーションが豊かっていうか、今の頃も妖怪は世代でしょ。ああ、そっかそっかそうか、妖怪なのか。リングの方がやっぱ知られてる。長いもんね。なるほどね、呪怨とか。そう、そっちなんだって。いやでもそれは作り話じゃんどれを信じてどれがどう。はい、アイラインかけました。二重のラインぐらいまでこう目頭からつながるように引いてます。で、目尻はちょっと下げ気味で引いてます。で、ここに下まつげをつけていこうと思います。下まつげ、これはアシストさんが出してるつけまつげです。下まつげのやつですね。これは上まつげだけど、うん、これが下まつげ。はい、なんかね、絵はさ、バキバキしてるんだけどさ、うん、なんかバチバチしてるわけじゃないからさ、っていうの伝わる。あ、まあ、まあそうですね。なんとなくニュアンスでは線は強いんだけど、うん、柔らかいは柔らかい、曲線的ではあるんだ。うん、難しい。たんびすぎない。コミカル感もあるからね。半分にしようかな。このつけまつげをちょっと切ったものを使います、はい、このぐらいですね。半分よりちょっと長いぐらい熱を貼っていきます。目尻の縁取りみたいな感じで貼っていきます。怖い話はさ、してると怖くなっちゃう。そうっす ね、 もうね、あの怖さが怖すぎなくてもある意味見やすいのかもな。あれ以上生々しくなるというところでね、まあ、花子さん、ポンキッキーの花子さんとかもさ、花子さん助けられなくて死んじゃうパターン結構あったじゃないですか。なんか悲しいような話もね、怖いですね。割と助けてくれるのに助けてくれない時あるから怖すぎるんですよ、ちょっと。あ、私ね、苦手なんですよ、怖い話。昔のね、ポンキッキーでやってた花子さんもちょっと怖かったって言ってたんだけど、あれでしょ、ホラーの映画の予告とかも見るとうってなるだけだってたもん、ね。できるだけ見たくないんですよ、応援上映でしか見たくないんですよ。それからみんなが声出してね、そうなんか貞子応援したりしてたもん。そう、貞子 VS 加代子、頑張れ推しの方応援するでしょ。知らん、推しの方光らせてどんな、どっちが何色かも我々分かんないけど楽しい余興だ。呪音がね、青でね、はいはいはい、リングが赤かな。なるほどね、そうなんだ確かにイメージがそんな感じでしょうね。それか白か赤か、うん、そう、まあそんな感じか。貞子白だったかな、でも純は青だった。純は青ってわかりますよね。そうか、でもさ、なんかさ、最近さ、なんか配慮してきてさ、これから怖い CM が流れますみたいなことさ、貞子が言い出したからさ、いや、お前はいいんだよ、そのままでってそこまでやれちゃうと冷めちゃうっていうそうなんです、なんか注意書きの横にちっちゃい貞子がこうやってたりする、なんか変なポーズ取ってたりするんで、何それって。そう、これから怖い予告が始まるので、苦手な人はポップコーンとか買いに行ってくださいみたいなのを、その貞子の映画の前とかにやったりする、予告の前にね、やったりするから、大丈夫、こっちの問題だからみたいなそんな気にしなくていいよ、うん、変な応援大丈夫大丈夫。あと、その予告終わったら教えてくれる人いないから、ね、見直すよ、まあ、次のやつはポップコーン買って、そうそう、ポップコーン買いに行ってね、うん、結構時間かかるよ、ポップコーン買ってそれよりはあれが教えてほしいですね、この先の予告編は大変ネタバレしてますとか。あ、そうや、たまにね、そうだ、でもあいつらネタバレだと思ってないから、そうなの、だからチュースがバカな時あるのかな、うん、そうですね。半分ここまで貼ってます。この目尻をちょっとこう開けてる感じでこう戻ってくる感じですね、元の場所に。で、足らないところはアイラインで描きました。で、アイテープを貼ろうかな。アイテープを貼ります。二重を潰したので、ここまぶたのところにダイソーで買えるのびるアイテープ、これをここに貼って二重を作っていきます。なんかここ岬階段面白かったな。階段面白かったですね、うん、あったね、ああいう階段のね、何段目踏んだらみたいな、そうそうそう、あった13段目ってあったね。ね、そう、中3階段の話はね、階段、そう、どこでもあったよね、怖かったから一段飛ばしてましたもん、ずっと。山下少年、一段飛ばしてた、最後に。初めから負けるとこまで数えないようにするっていう、そんなアホみたいなルール信じるからな。うちの小学校は階段に全部あの1の位、10の位って書いてあって、1000万くらいまで書いてあったんですよ。1の位、10の位、100の位、1000の位、万の位。ちなみにダメってそういうことか、そうそうそう。
階段が一番段あるんですよ。いや、ない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 、何階だってなんだろう。違う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 、塔みたいな学校で、なんか単純にその子供に、はい、なんだ数字を覚えれるような覚えさせるために帰ったんですけど、その100万の位がダメだとか13個目なんだで、1000万とこが飛び降りたら足折れたとか、その話をしたんですよ。なんと貼れました。はい、まぶたですね、まぶたのところにアイテープを貼ってます。こんな感じで二重ができました。はい、ちょっとここの足らないところは書き足していきます。いないね、いないいないば、これです。ダイソーで買えるユアグラムのリキッドアイブロウブラウンの2番です。はい、これでここ足らないとこをちょっと書き足していきます。書きました。はい、書き足しましたので、シャドウを塗っていきたいと思います。はい、この音、キャンドゥで買えるアイシャドウベリーラテを使います。はい、濃いやつをここの間に塗っていきます。はい、でここの隙間にはピンクを入れていきます。はい、でここはね、ちょっとね、いつもはこの涙袋を作るためにあのこいつね、薄いやつを塗って濃いやつでちょっと影を作るんですけど、うん、まあ、今日もそんな感じでいくんですが、ちょっとこいつを薄めにして、なんか濃い方を、ああ、なるほど、濃いめにしていこうかなと思います。なんか病んでる感じの方がいいのかなと思いましたので、濃いのを多めにつけていきたいと思います。はい、そう、なんかみんなまだね、その花子くん見てなかった時に、うんうん、試しに見てくれって言って、うんうんうん、尾形さんの声がこの時代に30分ずっと聞けるの幸せだから見てくれって言って、主人公の親役みたいなんで、うん、たまに出てくる位置だったらいそうな気がするけど、うん、主人公でずっと喋ってる。そうで、最近もシンジ君のイメージが強すぎたから、ちょっとこのおちゃらける声がいいな。おちゃらけイケメンキャラやってるの、いじってくる声です。いいな、しびれました。しびれるよね、なんかもうさ、声だけでさ、ずっと見てるってなるんだよね。お前再生がこびりついちゃってるもん、もう。そう、イニシエのオタクだからさ、今の時代に静かなキャラのイメージってあの声を、あの今の時代に、そう、こんなに毎週こんなにたくさん聞けるなんて。だって聞くとめっちゃ色っぽいな。いや、色もめちゃくちゃいい声やっぱ。だって最近ほんとさ、その、うん、やっぱ男キャラは女の人やらないじゃん、最近。うん、男の人がさ、男の人も声高い人増えていったから、うん、結構ね、ちっちゃい男の子でもさ、男の人がやるからさ、その女の人が女性キャラを、男性キャラをやってくれる機会がすごい減ってるから。確かに、少年みたいなのね、減ったね。なんかやっぱさ、いにしえのオタクである私はさ、やっぱ女性の人がやる男性キャラがめっちゃ好きなわけさ。ニジェのお宅はそれで育ったからさ。そうだね、確かに。15年ぐらい前までもっとあった気がする。今すごい泣き声が聞こえたけど。心に焼き付けよう。拾おうかなと思って。いやでも泣き声が聞こえた。遠くからめっちゃわかるよ、本当。いや、そうなの。だからマジで幸せなんだよね。ね、いろいろ思い出しちゃったよね。だからあんまりね、声優さんでこう言いたくないんだけど、うん、ちょっと花子くんに関してはね、ちょっとババアが出てきちゃうよね。なんか超絶これでしょ、わかるんだよ。ババアの若かった時の服を取り戻せる。もう深いよ、私が。本当に私が七不思議みたいなもん。ちょっとその8、うん、その8よ、もう解雇中ババア。解雇中ババアが俺は悪霊ですな。悪霊です。昔は良かったって言いながら今のもの批判してるからな。いやだって本当なんか悲しいんだもん、女性声優さんがやってくれないと。まあさ、やっぱ展開の関係でさ、その方がしっくりくるなっていうのは、ね、その、うん、ね、舞台みたいなことやったりとかすると、うん、男性の人がとかね、その声優の人が顔出しすることが増えたから、そのキャストとかのままで。っていうことな気はするよね。ハンターハンターはやってたんだ、ミュージカルを。すごいよ、声優さんがやってたんだ。そうだよ。私さっき撮ったまつげどこ行ったっけ。あ、河合さんまつげなくし会員の2個目です。あ、おお、後ろについている。た、怖い。妖精さんが返してくれたわ。あれなくなってた。はい、シャドウを塗りました。と、下濃いめでなんか茶色を、気持ち茶色で塗りました。はい、目尻にもつけまつげをつけようかなと思うので、はい、こちらですね。ちょっとこれも
短めに切ったやつなんですけど、うん、これをちょっとこうつけていきたいと思います。パッチリはしてた方がいいと思うのでね。うん、パッチリはしている。いや、ほんと幸せだなって思います。花子くんを見てると単純にあの声をずっと聞いていたいね。いや、そうなんだよ、うん、いや、なんかずっと聞けるってすごい、ね、声が良すぎる。そうね、花子くんっていう古い存在だから逆にいいのかもね。そうだね、うん、女の子の子は人赤井さんですからね。今の人だから亡霊みたいに言うなよ。そうそういや、じゃなくて貫禄がさ、貫禄の違いが出るじゃん。そうだね、そう、どうしても演技のうまさとかじゃなくて、うん、若い子の声だともしかしたら説得力みたいなものが出にくいのかもしれない、ね、そう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 。ほい、上にこっち側ですね、目尻の方につけまつげをつけてみました、はい、で、さっきのダイソーのユアグラムのリキッドアイブロウのブラウンの2番でちょっとここも描き足しました。線をちょっと影をね濃くしてみました。目頭の方だけですね入れてみました、うん、一旦これで片目を完成にして、もう片目をやっていきたいと思います。両目できました。なんか怖いな、いつもより学生服で目バキバキで髪ない、そうだね、眉毛ない、怖い、ちょっといつもより怖い、トリッキーだね、ちょっとあ、いいな、あー怖すぎ、韓国映画だぞ。徴兵前じゃないんだよ。怖すぎるとすごい、あ、いいなあ。でもなんかさ、ビジュアル系で坊主の人いたらこんな感じだろうなっていう、うん、まあね、うん、綺麗でモデルさん坊主とかもね、そんな、そうだね、ビジュアル系みたいにいいです。あ、めっちゃやってる、怖い、ヤンキーの気合入ってるやつじゃん。アイメイクはしてる。おっす、すげえなあ、応援団です。はい、じゃあ眉毛描きます。ダイソーで買えるユアグラムのアイブロウペンシルブラックの1番を使います。お願いします。目近いんだよな、近くはない時もあるんだけどな、結構表情動くもんね。そうなんだよな、可愛い時とかっこいい時があるからな、こっちに軸足を置くかですね。どうしたらいいんだ、どうしたらいいんだ。うん、どっちもいいなみたいな、優しい感じのまっすぐな感じで描いていきましょうかね。はい、うん、耳にお守りついてるの衝撃だったんだけど、でも源、うん、源くん、弟、うん、はい、弟くんのほうのね、ライバルキャラみたいな、うん、しかも交通安全なんですね、うん、交通って書いてあります。そうですね。そう、なんかさ、あれ図書室でさ、なんかぶつかった人いたじゃん、男の人一瞬映った。 あ、はい、うん、あれもさ、パッと見たけどオタク好きそうな見た目って思った。今週ね、チラッとねっつってね、うん、チョーカーがついてますからね。あ、やっぱね、くすぐられるんですよね、そういうさ、なんかピアス、はい、変なピアスとかさ、チャラチャラしてたりとかさ、顔になんかついてたりとかさ、はい、チョーカーとかさ、うん、もうほんとね、なんかそう、久しぶりにヒプメイ君がさ、あの、はい、オタク心をくすぐるようなさ、なんか入れ墨してそうな感じのさ、はい、ピアスジャラジャラでみたいなさ、はいはい、ブメイ君がそうじゃないですか。そうですね、ホットアイデみたいな、ホットアイデ、そうですね、あ、ゾンゼロ以来の衝撃みたいな感じじゃないですか。いやいや、こんなペタに王道のね、オタク好きのキャラデザーって思ったら、そうしたらさ、もう花子くんがさ、あー、オタク好きじゃん、こんなのってなってさ、声が尾形さんじゃん、オタク好きじゃんってなってる。担任の先生も吐く息でキセル吸ってるからね。キセルがね、キセル、キセル、キセル吸ってるのね。え、キセルだぜ、ゴエモン以来よ、俺なんか、ね、頑張れ、ゴエモン以来よ。これメガネのあのメガネのチェーン、メガネ、あ、あ、メガネのチェーンってずるくない、あれなんなん、あれ、あれ、ね、私ビジュアル系好きだったからメガネにチェーンつけたことあるから知ってた。私も大学生もつけてた。本当だ、あそこやってたな、かっこいいじゃん、かっこいいよね、あれ何なんだろう、イケメンがやってないとおばさんになるんだぞ。いや、あれ個性だからさ。いや、だからそう、ビジュアル系以来に久しぶりに小田島優健で、あのハイアンドローの小田島優健でメガネにチェーンつけてるってなったんだけど、うん、もうアイデンティティだったらな、まあな、まあ小田島さんもあれ、イケメンじゃなかったらおばさんだからな、完全に。そうだわ、あれおばさんなら一個間違うと思う。はい、眉毛をかけましたので、ダイソーのアイブロウコートでコーティングします。ほい、鼻を小さくしたいと思います。さっきまぶたに貼ったアイテープですね、はい、これを逆にして使います。わかりやすいように大きいテープでやります。潰したい方の鼻の外側に貼ります。で、反対側の鼻の穴の中まで引っ張って止めます。そことそこがつながります。こんな感じです。うん、今はでかいテープでやってるんで全部潰れてますけど、はい、実際には目立たないテープでやります、はい、これをアイテープでやります。今さ、女子が増えたからさ、聞こうと思ったんですけどさ、はい、聞いてほしいんだ、はいはい、花子さん呼び出したことある人、あ、トイレなどで挙手してもらいます。花子さんを呼び出したことあるよって言ったら、そーっと手を挙げてください。
はい、じゃあおろしてください、ありがとうございます。じゃあコックエさんやったことあるよって人。あー通ってきてるな。やっぱね、女性オタクってのは安心できますね。ほっとしましたね、セリフ。女の子の方がやってたかな、男子。なんかちょっとオタク好きな子多そうだな、女子という噂話だったり、うん、怖いもの見たされたりとかされて、え、コックリさんはやってない？あれやってないな。やったやつはいた友達ぐらい。でもそれもそんな多くはなかったし、でも女子の方でなんかそういうのをやってたイメージはある。半分潰しました。こんな感じです。ほい、両方潰しました。でここにシャドウを入れていきまーす。まあシャドウはね、いつも忘れちゃうんでね、このキャンメイクのやつを使いますね。銀ので大丈夫ですよ。この茶色を使います。いつも忘れちゃう。そうですね、銀のでいいんですよ。ちょっとあの眉毛と二重の間にもきっとなんか線を入れとこうかな。ほい、あのうんうん、なんか前髪で隠れそうな、うん、ユアさっきのダイソーのユアグラムのリキッドアイブロウのブラウンの2番です、はい、なんかちょっと、はい、な何線ってだろうねこれね。なんかホリフカ線、ホリフカ線、うん、ダブルラインじゃないかな、もうそこに来ちゃうと、うん、ホリフカ人はそこに来たらあるよねっていうやつ、なんか書き込み型のイラストにある線、うん、はいはいはい、こんな感じで、おおすごい短尾だな。で、ちょっとファンデーションで唇をの色を抑えます。死んでるんで、一旦これで完成です。こちらが今回使ったウィッグ、元のウィッグになります。いつも使ってるショートとはちょっと違う、ちょっと量の多い気持ちものになります。はいはい、今日は横髪もそうですね、短めなので割ともうほとんどそのまま使いやすいショートウィッグになってますというこちらのウィッグです。これをですね加工したものがこちらになります。なんかまあ真っ黒っていうよりかはナチュラルな黒を選びました。はい、前髪とかはそう、ほんとそんなに前髪と横はそんなに切ってないかなっていう感じですね。後ろをちょっとんだ、おかっぱじゃないけどみたいな、おかっぱだけどおかっぱじゃないみたいな、なんかちょっと段をつけて切ってあげて、あのこの帽子から出てるところがちょっとツンツンしてるので、そこはちょっとアイロンでパサパサさせてあげましたっていう、跳ねさせてみましたっていう感じですかね、となっております。ぐるんぐるん、こんな感じです。かわいい、シンプルな髪型ですね。はい、でもね、なんかシンプルでもないんだよ、花子くんの髪型、なんか微妙になんか出てるしさ、うん、はい、ちょっと横膨らんでるね。そうで、今週やっとさ、帽子を外したじゃん。外すんかいって、外すんかいってなって困りました、はい、それでですね、こちらのウィッグがですね、はい、2月22日から、はい、ウィッグショップメープル池袋店さんにて、4520円で販売がスタートになります。ので、花子くんこれからやりたいよっていう方はぜひよかったら、まあ、参考程度に見に来るのでも全然いいですし、はい、よかったらこれをかぶって使っていただけたらなと思います。他にも他のウィッグもありますので見てってください。はい、お願いします。かぶります。はい、髪の脇のところも絶妙に、うん、絶妙だよね、なんか四角く区切ってる感じしますよね。そう、多いんだか少ないんだかみたいなさ、でも帽子かぶってさらに横からはみ出したみたいな、うん、お外に膨らむような、うん、なんかこんな今後どうなるんだろうな、いろいろ謎がなんだかんだ多いですよね、うん、そうね、花子くん殺したよ、人殺したよ、そうなんだよね、そう、なんかいいやつなのかさ、悪いやつなのか分かんないよね、うん、まだ、うん、花子くん自体が、うん、で学校に住み着いてる理由だってなんか、うん、ルールもいろいろありそうだし、うん、
でまあ話として何かをすればゴールって感じもまだよくわかんないよね。そうですね。なんか変なやつだからなんかやろうとしてるし、うん、何もわからないけど、うん、なんかやつだからね。なんかさ今の感じだとさあの源のさお兄ちゃんたちのがさ、はいはい、なんか悪く見えるじゃん。うん、対峙してやろうみたいな ね。悪い感じに見えちゃうよね。うん、なんか花子くん側の目線で見てたからね。花子くんが極悪人で戦わなきゃいけなくなってたからね。そう本当にめちゃくちゃ人殺してるような。ねありえるよね。帽子かぶんないとわかんないね。うん、普通の制服の少年って感じ。ね、いるなこんなの。あとビジュアル系っぽいねちょっとやっぱり。ね、しっかりとね。お封されるっぽいな。封されますよ。帽子をねかぶっていきましょう。帽子かぶると。あ普段もあれ封印されし。あやっぱ雰囲気出ますね。ね。大丈夫かな。良いと思います。なんだってそう。見つめないよ。見つめちゃった。お母さんをね。お母さんの。じゃあ完成です。というわけで毎週月曜日17時30分頃からウィッグショップメープル池袋店さんにてコスプレメイクの公開収録を行っておりますのでぜひお店にも遊びに来てください。待ってます。とても待ってます。加工済みウィッグもぜひ見に来てみてください。売ってます。ください。売ってます。生産者の顔です。生産者の顔です。なかなっちゃった。あ来週もやります。はい、なんかやってほしいのとかもあったらリクエストあればしいです、ね、リクエストいただけると参考にできて助かります。参考にはします。はい、やるかどうかは未定ではありますが、はい、参考にはします。はい、参考情報をください。はい、というわけで今週もありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。チャンネル登録とコメントよろしくお願いします。遊びましょう。遊ぶ？一緒に遊ぶ？遊ぶ。おいで。スイッチやる。Wii やろう。マリオカートやる。